はい、おはようございます。日本ではこんばんはになります。もう今ね、23時半ぐらいになりますんで、日本ではもうね、起きてる方がだんだん減ってくる時間帯ですよね。アメリカタコ。 ぐるっと反対になるんでですすかねね、まあ、それですね今回の動画をいただきまして、まあ、マイアミ・バイスですか私は、ね、これ見たことはないんですけどもマイアミという名前で思いつくのがマイアミ・バイスぐらいかなと思ったんでちょっと出してみたんですよねで、えー、通常 YouTube を量産される場合はあの自分の暮らしの中で通勤とか通学みたいなね どっちにしても毎回ここ見るよねとかどっちにしてもこの活動はするよねってものにカメラをポンとつけるというねぐらいが負担にならなくていいかなと思いますけどもずーっとこれをやってってもなかなかね、えー、変化がなかったりとかしますんでやっぱりねわざわざ撮りに行くわざわざ作る動画っていうのもちょっとずつプラスしてもいいんじゃないかなと思いますし中にはちょっと編集していくとかね今私ナイトライダーの動画を結構撮ってて、えー、こ,のこの前ね偶然トラブったんでじゃあトラブルシリーズいこうかって感じ すすすぐににねねこううん、なんででか、ね、映画監督みたいになっちゃうんですよトラブルが起きてぐったりするんではなくってこれは新しいネタだなとで自分はもう全然車のこと分かんないんでじゃあ分からない人がアメ、まあ、車みたいなちょっとややこしいのしかもレプリカしてエンジン乗せ替えてパーツが全然違うやつをマニュアル見ても意味がないんですよね新車の新車というかあのトランザムのマニュアル見ても直せないわけですよあれを それを工夫してやろうかなみたいなシリーズやってみると、まあちょっとね、車に苦手意識持ってる方にも、ちょっと興味を持ってもらえるかなみたいなところもありますし、やっぱナイトライダーっていうね、あの、あのかっこいい車に乗っててもいいことばかりじゃないんだよっていうところとかね、えー、そういうのもあったりとか、まあ私なりの、 最後はねシリーズの一番最後最終回にはあのトラブルシリーズの最終回には自分の気持ちとね感謝とかね、えー、作り手の愛情とかっていうものをちゃんと表現しているってこともあって、えーまあ、トラブルシリーズがね4話ぐらいにまとまったのかなと思いますよね。でこういういなのは 私がほっといてもやることではあるんですけどもでもちょっとねわざわざやるっていう要素も入ってるわけなんですよじゃあこれを多くのこれから YouTube を始めていこうとする方に当てはめるとしたら自分のライフスタイルの中でやっぱりいきなりねいろいろするのは無理だと思うんですよでそういう場合は私がね考えているのとか私が実際やったのはあの素材動画っていうのをとりあえずねいろいろ撮ってみるとでそれを後で えー、時間がある時につなげて一本の動画にしてみるっていうのも結構面白いんですよ実は私が昔ね宇宙人の秘密基地をこう広島県の中でいろいろ探す動画っていうのを何本か作ってて結構再生回数上がってるんですけどあれなんていうのは私が不動産の仕事をしてる時に山奥とか廃墟とか行くやつをいちいち撮ってたのをつなぎ合わせてナレーションつけたり音楽つけてるだけなんですよねでこれは不足だなと思ったらあの30秒だけロケーション行って自分がなんか喋ってるところね レポートしてるとこ撮ったりとかっていうのを組み合わせてるんであの動画の一つ一つは結構ねあの全然バラバララなやつだったりすするわけですよさあこっからね YouTube の取材班みたいなことになってきますけどもなんかね使うかどうかわかんないけども動画のストックってのを海の動画をいろんな角度で撮っていくとか道路の動画をいろんな角度で撮っていくとか山の動画をいろんな角度で撮っていくとかみたいなのやってストックしておいてファイルにまとめておくと動画をね 作る時にあれこの時にこの素材があったらいいよねっていうものをバンクって言ってその。 動画の金庫の中から呼び出してきてですね、それで繋げるっていうこともできるんで、えー、将来的にはそういうのも考えてもいいかなと思いますよね。はい。えー、ではね、ミスターマイアミさんがマイアミバイズシリーズをやるかもしれませんので、えー、この負担のないようにやってくださいね。やっぱりね、シリーズ作んなきゃっていうのが主目的になると、やるのがだんだん負担になってくるんで、それじゃ意味がないんで、楽しんでできる範囲でやってですね、例えばマイアミバイズシリーズを作って第1話を作りました。でも気合が入んなくて、第2話がね、なんか3ヶ月後でも別にいいと思うんですよ。 で、あの自分があの自分のことを盛り上げなくても自動的にモチベーションになるやつを優先して作った方が数が増えますし数が増えていくとそれが自信になってモチベーションが後から湧いてくるってことになりますんでねそういう風うにした方が私はいいんじゃないかなと思いますやっぱりねあの100本ができたら200本200本ができたら500本500本ができたら1000本を目指すみたいな感じで その数が集まってくればだ集まってくればくるほど自分のねことを支えてくれるんですよねやっぱそれをやった方がいいかなと思います気合を入れてやったんだけどもまだ500本いってないまだ1,000本いってないっていう風になってきて無理やり動画を作るんだとこれはね、あのー、面白くもないですし自分自身があーものすごく自分のやってることに疑問を持っちゃいますんでね。 だから、ストレスなくできるものをなるべくたくさん集めていくっていう感じがいいと思いますね。はい。それではですね、えー、いっぱいね、動画を作るヒントになったと言っていただいて、反対ありがとうございます。えー、今回もね、えーいろ、まだ、あ、いろいろとお話ししたんで、なんか気づくことがあれば幸いでございます。えー、これから日本はね、夏祭りに入ってきまして、私も夏祭りのいろんな、えー、実行委員長っていうのを今回やってるんですよ。推進委員長か。 町内会で、えー、のそんなにね408世帯ぐらいしかないんですけどもやっぱりね夏祭りとなると結構な人数ですんでマイアミの方はこうやって夏祭りみたいなのあるんですかねもちろん盆踊りとかはないと思いますしあのお盆っていう習慣もないと思うんですけどね夏のバカンスってのはどういうふうに過ごしてるのかちょっとだけ聞いてみたいかなと思います日本はこういうふうなね寒いを着たりとか蚊取線香をつけたりとかそれからスイカを食べたりね、えー、今日も外で花火をやってる子どもたちがいたんですけどもそんな感じでね、えー、この夏の2週目とか 3週目っていいううのを過ごごすような感じでございますねまあマイアミさんもご存知だと思いますけども、えー、そ,こそちらのねアメリカマイアミの方では夏のバカンスどんな感じになってるのかなということで夏のバカンスの,あの風景とかがあったら嬉しいなと思いますそれでは失礼します。